どうもグリです。トリクルやっていきましょうということで、今回は、新イベントやってまいりました。クロコダイルのイベントですね。和服のクロコダイルとミスター3、あとミスター2ですねが出てくるということで、ミスター2がですねレア枠みたいですね。はい、4、5回行ってみたんですけれども出てきてませんということで、6回がミスター3固定なのかな。まあ一緒に出てきたりもするのかなとは思うんですけど、まあ一応まだ分かってないので、はい、とりあえずですね、今回今回はですね、まあ、あのガチャゲンなしのパーティーでご紹介したいなと思います。で、まあこれ速さ重視ではないので、はい、その点理解していただいた上でご視聴よろしくお願いいたします。でですね、即エネルの回復に頼る感じになりますね。今回はお肉のスロットが出てこないということで、はい。であとはガンフォール、カマキリ、ブルックと、あとはあの知恵のゾロですね、ハロウィンゾロですね。はい。で、フレンドさんにマルコをお借りしていきたいと思います。ドン、いきましょう。でですね、あんまりその難易度的には高くないかなっていう印象ですね。まあ、スペトになるのでね、そんなに難易度はいつも高くないんですけれども、はい。まあ、最後、毒にしてくるので、クロコダイルが。そこが少しちょっと厄介っていうところですね。はい。早速ミスを炸裂していきます。ほい。で、ですね、今回のこのパーティーになるんですけど、ちょっと解放を見ていただきたいんですが、必殺ターン発動しないように調整してあります。はい。で、まあ、どのぐらい貯められるかっていうところの検証ができないので、はい、ついてしまうと。なので、全くついてない、完全に、ガチャゲンなしのパーティーでいきたいと思います。で、回復ついてるので、カメさんから攻撃受けてしまっても、はい、ターン稼ぎできますので、はい、ここでターン稼ぎしていきます。で、ブルック連れてきてる理由なんですけど、クロコダイル 50% 以下にしてくる、してる、しまうと、まあ、しまうとというか、50% 以下にするとですね、防御力を上げてくるので、そこで半減を入れるっていうところですね。まあ、そこの防御ダウンと、プラス、まあ、最悪事故った時の回復要因としてもいいんじゃないかなと思って連れてきております。で、まあ、マルコもね、貯めてしまえば、うん、全然もう、負けることっていうのはないと思うんですけど、はい。で、ゾロのは、遅延ですね。で、クロコダイルが、あ、やばい、倒せないっていう時に、遅延使ったりとか、あとは、ミスター2、もし万が一ね、出てきた時に遅延効くようであれば、遅延使って倒したりとかもできると思うんで、まだちょっと出てきてないので、はっきりわかんないんですけど、めちゃくちゃ喋ってたらタップすっげえグダグダなんですけど、ごめんなさい。本当に申し訳ないです。カマキリと、あ、そう、ブルック、俺、結構苦手なんですよね。タップがめっちゃ苦手だった。今気づきました。昔からずっと苦手なんですよね。ブルックめっちゃ多分難しくないですか？俺だけかな。なんかスッてやるから、早いですよ。うん。で、あ、そうだ。ここでね、少しお肉くれるんですけど、もう全然別に取る必要もございません。はい。スッて、ほら。スッてやる。スッて。うん。で、まあ、この辺でもブルック3ターンとかであれば、全然もう貯める必要はないかなと思うので、はい、どんどん突破していきます。このスッっていうのが難しいんだよな。なかなか。で、ミスター3もちょっと厄介なんですけど、速と技のスロットをね、出にくくするよっていう必殺技を使ってくるので、結構ね、厄介なんですけど、うんうんうん。で、そうだ。カマキリさんもね、極力貯めたいかなと。カマキリは、即のエンハンス持ってますので、はい。ドン。はい。で、周りの敵を倒します。で、攻撃2100食らうんですけど、回復1000ちょっとあるので、まあ、あんまり、マルコの倍率がかからなくなるっていうことはないんじゃないかなと思うんですけれども、ここですね、まあ、無理にちょっと攻撃して倒そうとすると、おそらくなんですけど、膝をつかせてしまうと、結構ね、すごい痛い攻撃が来るんですよね。必殺技をやってくるので、はい。なので、それだけさせないように倒していきます。結構最近ね、戦国さんとかに頼ってたところが多いので、はい。なのでね、ターン稼ぎってあんまりしないと思うんですけど、戦国だと。
まあ、久しぶりにちょっとこんな感じでなんかトレクルをまた初心に戻って楽しんでる感じですね。はい。でここでボス戦毒使ってきます。で使ってくるんですけど、まあ、ここで先遅延使っちゃってもいいかなというところです。とりあえず一回殴ってみます。何も使わずにですね。はい。で半分以下にすると防御力を下げてくるんですけど、ちなみに今回ちょっと検証のために一回防御を下げてみたいと思います。はい。で瀕死にしてしまうと必殺技をされてしまうので、はい、そこだけ気をつけていきたいと思います。ほいドン。結構通常攻撃もね4905と痛いんですよね、うん。で即マルコとあとハンコックどっちかフレンドさんで連れてきてる場合は、まあ、即マルコってね結構本とか来てるので早く溜まるんで、まあ、回復入れてあげたりとか、ちょっと先にねブルク使ってもらいます。で防御力を下げてあげると、はい、これだけだと多分倍率まだ即マルコ出てないと思うんで即マルコも使います。まあ、今のところさっきゾロのね遅延打ってなかったので、打ってしまえばさっきの攻撃受けないのでブルックだけでいいんですけど、はい、今さっきねゾロの遅延使わなかったので、はい、結構なダメージ食らっちゃったんですけど、はい。でここでカマキリ使っていきます。はい。でまあどのぐらいダメージが与えられるかっていうところなんですけど、ほぼほぼ防御力を下げるっていうやつを多分ほとんど無効化してるんじゃないかなと思うんですけど、うん、結構8万とか食らうんでね、なかなか結構防御は下げてくれてるんじゃないかなと。防御アップっていうのはどのぐらい上がってるのかよくわかんないんですけど、多分これでチャラにしてるんじゃないかなと思います。はい。まあ今回はねちょっと検証プラスガチャゲなしパーティーでの動画になるんですけれども、はい、即エネル、あ、じゃない、即マルコハンコックのパーティーが結構最速ですね。2分ぐらいで回れたので、はい、まあ今回ちょっと動画でねご紹介することはないんですけれども、そんな感じです。一応、サボの方が落ちるというところで、周回決定ですかね。はい。で、一応2月の2日だったっけな、2倍期間が来るので、被るんですよ、今回。はい。なので、サボの方を、サボの方を貯めて、はい、2倍期間で入れたりとか。でいいと思うんですけれども、自分はですねちょっと当倍で早くちょっとサボをスキルマにしたいというところでちょっと頑張ってみたいと思います。で、最後になるんですけれども、一つだけちょっと全く関係ないお話をさせていただきます。はい。フレンド募集に関してのお話なんですけれども、前回ですねボックス紹介の動画を上げさせてもらいまして、でその際にですねフレンド募集をさせていただきました。で、一応自分の方にですね申請をいただく形で募集させていただいたんですけれども、予想以上にですね大変多くの方に申請いただきまして、本当にありがたいんですけれども、メールがいっぱいになってしまいまして、全く動けないという事案が発生してしまって、急遽少しですね早めて、はい、抽選をもう10名の方でさせていただきました。で、今ですね、フレンドさん見ていただいて申請していただいた方は私のですね名前がある方が一応当選した方になるんですけれども、そうなるとボックス紹介動画を後から見た人がですね申請できなかったっていうところで、はい、コメントをたくさんいただいたので、はい、近日中にですねもう一度5枠ほど開けてフレンド募集いたしますので、はい、もう少しお待ちください。申し訳ございませんでした。すいません。で一応まあこの動画でねお話しさせてもらっちゃったんですけれども、今回は一応和服の黒子のイベントの攻略になります。で最後のボス戦のところ全然最初から遅延使っちゃえばあそこ黒子使わなくて黒子じゃないや、マルコだ、そうマルコ使わなくても全然ブルックの回復で足りるので、はい、その辺ちょっと試してみていただけたらなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。グリでした。バイバイ。またね。
あ、そう、コロシアムの動画は多分ちょっと上げられないかなと思います。すいません。さよなら。はい、どうもグリです。ご視聴ありがとうございました。これからもどんどん新しい動画ですね、上げていきたいと思っておりますので、どうかチャンネル登録をお願いします。パソコンの方はですね、動画内チャンネル登録の吹き出しをクリックしていただいて、スマートフォンの方は、動画の下にですね、チャンネル登録ボタンがありますので、そちらをクリックしていただくとチャンネル登録ができます。もしよろしければポチッとお願いいたします。そのポチッとがね、動画を上げる糧になりますので、どうかよろしくお願いします。それではグリでした。バイバイ。またね。